コンクリートは35度か。ああ、やっぱ35度だな。夏はすごいな10分だもんな6、8入れても10分ちょっとなんだもんな。やっぱりゴロの降下スピード本当はあれだよな。トラック炎天下で入れとけば混ぜた瞬間に固まっちゃいますもんね。ああ、そうそうね。今度は巻き切れそうな感じだな。どうにか。なんか水が余分に染み出てきてる感じはしないですよね、今のところね。大丈夫みたいですよね。巻き切る。あれはどうだったんですか？津波とか地震は去年は大丈夫だったんですか？いや、ひどかったですよ。やっぱりあれ身内の方とかやられたんですか？身内は大丈夫ですね。大丈夫だったんですか？周りの方々は随分あれ亡くなられた方もいますね。いるんですか？知り合いは何人も。あ、本当に家族が。あらら、ら家に残ってた人が、うん、やっぱり行かれちゃったっていうのもですね、母親と。あらら、ら固まった。固まったね。あらららら、巻き切れない。巻き切れない。早すぎだな。ちょっと5分ぐらいですよね。ねえ、本当だ。10分ないね。どうしようもないな。ありゃ早すぎ。ほら、どんぐりもうちょっと量減らしますかね。 50% じゃなくて3割ぐらいにするか。しょうがないから。ちょっと作業できないもんね、これじゃね。うん、ないけど説明だけしてきます。これ液状のやつ、硬化剤が。はい、配合比は同じですから10対1です。100対10、10対1ですから。ペースト状にできますので、こっちのセットになってるやつ使うと、今使うとペースト状になりますから。で、垂れなくて伸びがよく。
危なく固まりそうになったら向こうを無駄にしないために向こうをもうなすりつけちゃう方がいいと思うんですけれど、その辺はやってて判断してください。45分だから10分ちょっとしかないですよね。だから11時、すいません、はい、よいしょ。じゃあこれを日陰に置いておきます。よいしょっと。お、下、こっち、固まってる。結構固まってますね。来てる。やべ。はい。あったかいからすごいね。そうだね。練ってから10分ちょうど。一応11時までの予定だけど、予定より5分早い。やべやべ。使っちゃおう。もう全部。塗っちゃおう。うわー、来てるね。硬くなってるね、少し。あらー、やばい。10分だね、練って。急速タイプになっちゃってるね。うわ、固まってる。ダメだね。取っちゃった方がいいですよ、それも、はい、固まってる。もう中のは使えないね。
向こうが使えるかどうかだね、紙コップが。これは網、うん、そう、いや網入れないで、え、硬い、ダメダメ、あ、本当だ、ダメだね、残念でした。早いっすね。早いね、10分だね、残念でした。はい、もうダメですね。ダメですね、はい、無駄な抵抗でした。ごまきずつ、ごまきずつね、はい。1528と68のハイブリッドで、FRP ラミネート補強巻きステンレスパイプやります。これは1528の取材と硬化剤、まだ入れてない前です。68の硬化剤を取材は測ってありますので、68の硬化剤入れます。30g ですから 9g 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 サザンが9g、9g 入れます。9g 計量、9g、 OK、 どんぐりのゴロの硬化剤は12、ゴロの硬化剤が12、12g、 OK、 これでハイブリッド1528と GM の6800のハイブリッド 50%50% 混合します。やりづらいですよね。そうだよね、やんだと思って始まったら、うん、また降ってきますから。どっちかにしてもらいたいよね。だったら降り続いてもらいたいですよね。お、それでもう巻き終わったんですか。はい、あら、2回目手際がいい、容量が不思議だよな。1回目巻いた時あんなにね手こずったのにね、3回も材料練ったもんね。材料余るんです。10巻き以上あったの最初。温度が、うん、ちょっと高かった、涼しかったかもしれないですね。うん、さっきよりは涼しく、雨ちょっと降ったから。ああ、そういうことだね。十分足りたよね。吹かないからか、固まっちゃわねえからか、途中で。
うん、なんか2回目はえらく楽な感じだよね。なんだナイス作業って。なんなったんだろうね。なんか材料ぴったりみたいな感じだ。あ、本当に薄いんだ、はい、あら、あ、例のあの梱包のあれ本当だね。本当、はいはいはい、梱包用のあれフィルムなやつなんだ。いや、結構分厚いのかなと。そうですね。ね。そっか。ビニールで、ビニール。あのビニール袋を切って巻くよりずっと楽だもんね。はい、はい、恐れ入りました。そっちはもう固まってんでしょ。まだ固まってない。固まってるよね。まだベタつきあるの。柔らかいやん。もうちょいだ。まだ指紋つきますね。本当に。うん、本当だ。ちょっと柔らかいや。ハチさんも早いもんね。10分だもん、練ってから。 250g がさ、あの作業してる間に使い終わんない速さっていうのは俺はあんまり経験したことないですよ。お餅で出ると楽しいです。正直言って、お餅で出ると楽しいですよ。いろんな発見があってお茶が出る時に10分前だから12時までで本当ギリギリだよね。初めてだね、こんな早いの。いくらなんだよ急速タイプみたいな。あ、上手じゃないですか、寝るの。やっぱこの容器はちょうど練りやすい容器だよな。大きさといい、なんといい、ね、うん、で下がやっぱりあのきちっとあれが出てるから、寝れない場所がその壁で押し付けて練ってるとないですよね、あんまりね。蓋がストレートだからね、余計に。じゃあ、あのちっちゃいのを何回か使ったことがあるっていう、ね、あれ何回か、ね、250はなし。これはないですね。あ、本当に使ってもあんなちょこっと減ってたぐらい、はいはいはい、何使うんですか、あんなちょこっと。本当にそこだけ塗るぐらいで固めておいて、溶接のところとか、はい、うん、だから一周巻く。あ、一周巻く、はいはいはい。これを塗るっていうのはやんな、はい、やったことないですね。あ、なるほど。
一周やらないとさ、穴の箇所だけに、はいはい、一周やらないとさ、内圧でポンと飛ぶことあるんだよね。あ、一周巻いとけばそれないからさ。そうですよね、これだけだったらすぐ取れちゃいますよね。そうそうそう。でほら、温度の伸び縮みで剥離してくることとかさあるから、一周巻いとけば結構いろんなパターンでほとんど安全だよね。だから一抱えある60杯ぐらいの交換、結構材料使えますよ。一巻きするから、無駄でも一巻きするから。で、あと6、7分だな、これは。邪魔か。今は染み出てませんでした？大丈夫でした？暑くなってきた。やばいな。じゃあ金網早く入れちゃいましょう。もう無駄だっつうのが分かったから、取っといても何の意味もねっつうんだ。もう練ったらダメだね。そうですね、うん、で混ぜちゃったらもう、まあ混ぜたらダメ。暑い。うわーやべえ。早いですね、ほんと早いね。も
さっきよりは硬くないですよ、ね、あ、本当に、はい、じゃあもう中身取り出してとにかく塗っちゃいましょう、塗り伸ばしちゃいましょう丁寧、綺麗、汚いは別にして。全然まだ正常に使えてる状態だな、ギリギリの。あ、やばそうだ、本当に。なんか本当に固まりそうな雰囲気だよね。ゴム、ゴムみたいです。あら、はい、12時1分ちょうどぴったし10分。あ、大丈夫ですね。あんまり無駄にしなかったですね。一番無駄にしなかったですね、最後来て。はい、でもあれでしょ、取れるでしょ、うん、取れる、うん、こういう食い込むのがお金のいいですか、うん、これ、うん、もうバリ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 遠慮なく気にしないで取っちゃったんですよ。だってここに埋まってるやつは取んなくてもいいの、うん、取っちゃった、できるだけ取っちゃえば、できるだけ取っちゃった方がいいです。もう気にしないでバリ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 って言っても逆に負けんだよね、エポキシに。これだよこれ、うん、やっぱ噛むな、気にしないで噛んだら噛んだ、ヤスリで取っちゃったって構わないんだしさ。阿部さん思ったより適当なんだけど今日。え、こういうのがこうなんだよな、これ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 、うん、こういうのがこういうの、これ、はい、バリバリ取っちゃう。もっと厚いビニールの方がいいのかね、やっぱラップじゃなくて。いや、いいんじゃないですか。厚いビニール一番最初に巻いて、これ巻いたって噛まないしさ、それで、これで。あ、そういうことか、うん、一周ぐーっと大きいので巻いて、そう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 、これこれここ岩田、これこれ大丈夫じゃん、手切らないでくださいね。オッケー、大丈夫だ。阿部さん取れないっす。はい。もうちょっとこう曲がる、うまくなってくるのかないや、上手だと思います。じゃああれ、うん、厚手のビニール一番最後のあれは持ってこ出しましょうか、ライトランから、うんうん、はい、それ一回巻いて、巻いてその絞る、はい、はい、わ、はい、かりました。皮付けたピュアタ、はい、だってこの上にいくらエポキシ塗っても一緒でしょ。いや、みんな閉じ込めちゃうから、これ、この上に塗れば取れてんのかな。ほとんど取れてると思うよ。ほとんど、そんなアバウトでいいの。アバウトで構わない。
これどん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 出てくるんだけど、今また中に食い込んでよどこまでビニールなんだよこれ一番最初にビニール袋がなんか曲がるけどダメだこれ、ね、全部間に入んもん。そうね、その方がいいね。このままよく取れんのマジで。直樹前だと時よっか食っちゃって、こんなだもんこれ。俺さん勘弁してください話になんないですこれ。これ乾いてねえんじゃねえのまだ。乾いてってこれ、これ乾いてる、綺麗に乾いてます。目が巻くときにグーッと締まっから巻くんだ。これ阿部さん、その笑ってけど大丈夫なのかいこれ本当に。大丈夫よ、だってそれ全然漏れてるとこと無関係じゃないですかそういう問題下手したら温水配管がさ、うん、漏れてる最中の汗って言われるから、はいはいはい、ああ、はいはいはい。あれ？あ、そうか。これカッター持ってきてうまく引かないとビニール全部取れないわよ、また。うん。どこまでビニールだかわかんないもんね。ああ固まった？もうちょいだな。ダメ。ああ来ちゃった。テープ、はい、足りないじゃあ次巻くのはこっち側からですかねあ、なんか匂いがしてきそう。やべえ。
じゃあ次練り始めちゃっていいぐらいですか、もう。はい。足んないね。あのガラスのテープの量、それ2回分でしたから。はい。もうちょっと多めに練って、あと1回で終わりにできるかどうか。通行とかない。ね。でもこっちも練れるんで多めに回すもいいですよ。大丈夫？はい。じゃあもうちょっと量を上げますね。コンクリートは35度。ああ、やっぱ35度だな。あとこれ2つね、少しだけあります。あー、吹かなかったな、よかった。固まっちゃった、来ちゃった、あー来ちゃった。ダメだ。煙吹いてら。うわー、ちゃ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 。ダメだ。よく使い切ったね。倍の量だったのにな、大体。しょうがないね。うまいやり方はビニール取れれば、うん、考えられないかな。コンクリートは35度。ああ、やっぱ35度だな。